ロビノティックでございます。それでは前回続きやっていきましょう。前回ですけれども、ドラゴンを助ける前にカジノで遊びに行きました、バルということで今回はドラゴンを助けに行ってきましょうか。ドラゴンを助けるためには一の国に戻る必要がありますので、一の国に行きましょう。ただドラゴンの魂がつながってるやつの当てがないんですよ。いつも今まで一の国に戻るときは多分こいつ、あるいはまあ 100% こいつだなっていう確信があった上でやってたんですけども、初めて確信がない、誰だろうと感じでやっております。さあ行きましょう。誰やろうな、ドラゴンと心が通じてるやつ誰だ、教えておくれ僕に。ドラゴン乗り回せるようになったら、あ、失われし魔導兵器グラディオン、おう、彼らの手には決して渡るはずのないものだったはず。渡っちゃったよ。では想定外ではありませんか、ジャボード。まあ想定外やろ。おっしゃる通り、あの杖は彼らの手に渡らぬよう私が消し去ったはず。だって過去からもらったもん。よもや別の時代で手に入れようとは。イエーイ。そういえばシャザール、あなた使ったでしょう、過去と交信する術を。まさか過去に飛ばされた救世主たちと接触したというの？ありえる話。シャザールって言うんや。そして更新したってなんでわかるんや。して私に何の得がある。それに救世主の始末、彼に一任していたはずだが、皆様どうかご心配なさ。やっぱあの人の持ってるのグラディオンと同じ形よね。行方にもございます。二の国を滅びへ導く執行者として責務は果たしてまいりますと。ジャボ直接来たらいいだけやろ。奴らのグラディオンは魔石の力を失った不完全な状態。我らの杖とは比べようもないほどに弱い。ほう、お詳しいですな。確か失われているのよね、魔導の杖が持つべき魔力の源。そう、魔石の力だ。ゆえに奴らは必ず魔石を求めるだろう。おお、求めてるぞ。ではあるのですか、ね、グラディオンの魔石、かの魔導王はかつて三人の従者に守らせ、おお、守られてんや。彼らを長き眠りより目覚めさせるというのはいかがですかな、ジョー。任せよ。では漆黒の魔導士、彼らはお前に託すことにしよう。なるほど、それは心強い。三人の重視さらなる力、魔石を守護せし魔導を受け僕三重者だ。三重者、三重士みたいでいいね。やっかや、敵増やしやがってシャザールの野郎、自分が助かるためにあの野郎よし、うん、どうすんねん。しかしそんな時にもこの行く先マップが表示される便利さ、はっはぁ、待ってたぜ君のことを。名前忘れたか、シェリーや。思い出した、出てくる前に思い出した。ほら、おっそっす。おー、すごいやん、シェリーガンガン行くな。お前やで、見えてへんねんちゃうやろ。そうやね、見えへんのよ。すごいよな、同じ人間二人いつな、全然違うけどな。そりゃよかったマジちょっと聞こえるんや。なんだ、おー、すごいやんか。もう一気に明るい声になったね。服装も変えた方がいいと思うで、それ。もうちょっとなんか外に出るような、なんか寝巻きみたいな服装し変えた方がいいと思う。ない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 。何やこの意味。うん。
あら？あら？魔導男やな。助けを求めてるんやろ、ブルが。じゃ関係してんやろ、絶対。フォローになってんだ。ありがとう。都合よく目の前からいなくなってくれることに感謝する。トーカーを発動する。よし、聞いてみようや。聞こえた、聞こえた。こいつには見えてんだな、動物の力。なんだとっつって。ちゃんだと。さん。分かってんだ。アスリート。飼い犬って言われてると。待って、飼い犬。あ。空賊王ヘブルチがこいつや。ヘブルチは二の国で黒を買ってんやけど、逆なんやろ、一の国では。多分、ロッキーが黒なんや。で、黒がブルを買ってんだ。これすごいな。あ、そういうことか。お前、ヘブルチの生まれ、あれか、一の国版か。うん。これは、エブリッジそうだよな、やっぱりな。そうや。ロッキーだよな。そういうことだよね。ほら、やっぱ当たってた。面白いよね。立場が逆転してる。これ面白いよな。うん、おお、素晴らしいやんけ。ああ、それダメやったんか。おお、素晴らしい。なやなやなや、怪我か。うんうんうん。ああ、抜け殻みたいになったのね。もう行こう。えらいお医者でも治せんかった。うん。オーケーオーケー。めっちゃ面白いな。おお、ちょうどいい感じ出てきたな。全然こう話通じひん感じで、オリバー普通のテンションで喋ってるけど、シェリーてんてんてんやね。まあでもシェリーやってもらったしな。うん、そうそうそう、そういうことや。あ、そうなんや。いい子やな、シェリーくん。シェリーちゃんええ子やで。服装だけ直そうか。うん、ノーコメンツ。ノーコメンツ。悲しい、悲しいノーコメンツ。行くぞ、オラ。ついてこいよ、シェリー。ロッキーを助けに行こうぜ。ちょ、俺だからその服あんま好きじゃねえか、変えてくんねえかな。変えてくんねえかな。よし、行こう。いや、でもいいよ。見た感じがね。うん、あの、俺が大好きな、もう、多分 RPG のヒロインで一番大好きなミントにそっくりやからね。嫌いじゃないよ。ちょっと雰囲気が似てる感じがあるからね。うん。キャラとしてはまだ全然やけど。似てる感じがあるから悪くない。悪くないよ、実に。さあ、来たぜ。おっす。来たぞ、俺ら。まだ喋れるやろな。おう。おう、ちょっとじゃあ、ちょっくらいお邪魔するわ。チェイス。疑問系、うん。お、シェリー呼んじゃう？
おお、すごいナイトメア感出てる。ナイトメア来た。やっぱりな、予想通りやわ。来たぜナイトメアが。足引きずってきてる。ロッキー、出てきた出てきた。来たぜ。まあね、ロッキーメア自信を喪失した。まあ余裕よ余裕。多分自信はね、誰からもらうか分かった。ヘブルチや、ブルからもらうんや多分。ブルだってもすげえよ。それかヘブルチからもらうんやと思う。さあ行こうか。あ、結構強い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 。しかし背後を取っていく。おらってね、やっちまえ。おら、押せ押せ押せ。このな、黒い玉みたいなのがほんと怖いんだよ。これ何なんだろうな、ほんとにすげえ溜まってくけど、いずれなんかこれで技とか使われるんちゃうかもしれない。勢い押せ。結構攻撃力高いな。やばい、守れ。はい、来た来た来た。受けたぞ。これはカメハメハみたいな撃とうとしてる。あ、空に舞い上がった。おい、一番ガードしとかなあかんやつはガードしてへんやないか。どういうことやねんほんま。やばい、チェンジザーブロックン、アタックだぞ。あれ、これでこれスイマや。これはもうゴリ押しでいこう。よしよしよし、押せ押せ、ガンロック。さらにそこからの溜めて暴れる、アタック。来た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 。これ取る、ブロッケン取ろう。ボルケーノビート、初必殺技お披露目や。片手めっちゃでかくなった。おおおお強い、508強い。ほらスイマ押せ押せ押せ、ゴリ押せ。当たらない、全然当たらん。なんか後ろで食らってるやつがいるな。ジャイロは食らったらしいな。あ、でも気づくな、ジャイロみたい。ほっとけほっとけ、押せ。よし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 、お前なら押せるぞ。ブロッケンやっちまえ、強いブロッケン、ブロッケン強い。いいよいいよ、狙われてないとかさらに救いだわこの野郎。オッケーオッケー、スイマやったら大丈夫、いける。押せ、力で押せ、ひるませない。ダメか、チェンジザルッチ。よし押そう、力で押せ。おらおら、まだ MP なくなってないな。よしよし、いい感じいい感じ。なんかルッチになった瞬間こいつすげえ攻撃してくんだよな俺に。ブロッケの間全然攻撃してこへんの。魔法来る、守れ。はい、ガード。これは全体攻撃やからしっかり受けない。さあ来るぜ、ガキギギギ。しかし俺しか受けてないというね。もうお前ら全員使えねえやつらだな。下がってろ、俺が倒す。下がってるんだ君たち。あった、いた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 。よく見たらあの紫の弾ダメージ食らってるね。今見ると食らってる。臭いね、アイテムバッチリ。コーヒー受け取る。ほい、あ、俺うっさぴょーん、うっさぴょーん。助け、いた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 い。この野郎、あんまり調子に飲んじゃねえぞこの野郎。てめえ覚悟できてんだろうな。絶対殺す、絶対殺すぞ。行くぞ、ブロッケン発動。お前なんてもう俺のブロッケンでボコしてやろう。この野郎、てめえ、このてめえ。あ、逃げやがったあいつ、逃がすな。よっしゃ、いいパンチ入った、いいパンチ入ったよ、いいパンチ入ったよ。ガンロック当てて、そっから溜めて、暴れる発動。うるら、暴れる70とかやばいよ。うる、いけ。おら、でもミスが多い、ミスが多い、すげえミスが多い。そこはたまに気づく。ガンロック決まった、ガンロックが鮮やかに入ってた。これだよこれ、見た、ブロッケンの強さ。もう今やルッチ以上の戦力やで。はっはー、レベルアップ、ルッチも進化できるようになっちった。やーべやべ。そしてセバがついに進化できる、ストーンブレード覚えたからな。よーし、進化祭りだぜ。よーしよしよし、実にいい感じや。おそろき、うん、なるほどな。お前自信か、自信は今までもらったことないな。
おう、なんとかしよう。そうやな。どこで手に入れよう。回ってみる感じか。うん。自信過剰なやつ。自信過剰なやつってもう俺ヘブルチしかいないんやけど。ヘブルチしか知らんねんけど、あいつめっちゃ自信過剰やで。ダメ。それじゃない。とりあえずゲートを使って元に戻ろう。ゲート。そしてセバを進化させよう。でもセバ進化させたらやね、初川ピックルがさ、進化させたばっかで弱っちいからさ、怖いとこはあるよね。まあでも進化させへんとさ、あったとめんどくせえ気がするんだよね。先進化させておいた方がいい気がする。ルッチ見ようか、さっきちょっと。極上サンドロップ。どうなん？連続切りって 37! これだね。これさ、どっちだろう。ガルッチかドルッチか。どっちだろうな。俺的には多分ガルッチの方が強いんじゃないかなっていう気がするんだよ。多分火のタイプか水のタイプかってだけだと思うんだよな。ああ、ルッチ見た目的に火かなって気がするんで、ガルッチかなって気がするな。で、お前だよ。進化するか。しちゃう。セバロフで。行きましょうか。セバロフで。お祈りがあるんでね。セバロフで。行きます。移動速度を取る。行け。進化食べさせた。ドゥーン。全然かっこよくないけどな。進化の醍醐味、イエーイ、ゲットだぜ。全然かっこよくはないけどな。よし、ぐんぐん。あんまりさ、回復技覚えさえしたいんだけど、攻撃技いらねえんだよね、正直なところ言うとさ。どうすかな、ストーンブレードとかだって MP めっちゃ使うやん、こんなんでしょ。使った一発でなくなるんだよ、MP。とりあえずこういうのにしとこうか。ぐんぐんとかにしとこうかな。とりあえずは。とりあえずのところはこうしとこうか。よし、セバロフになった。いいね、いいね。さてと、こっからどこ行こうかね。まず空賊王のアジトちゃん。まずヘブルチ行ってみようや。俺絶対ヘブルチやと思うけど、あいつすげえ自信過剰やん。違うかな、ダメかな。ヘブルチのキーしかせえへんねんけど。どうやろ。ほら、ストーリーマーク出てるの。やっぱりヘブルチだわ。ほら、もう自信過剰だもん。その感じやったらあれやけどね、ブルカラーをもらえた気がするけどね。 MP 回復します。よし、ナイトメア戦の傷を癒して。やっぱりね、こういうもんだって一発で分かっちゃうから俺。来た来た。さあちょっともらおうか、お前からその力を。よこせや、おら、よこせや。おう、え、うん、おう。おう、どんとこや。なんかちょっとビビってる。ちょっとビビってんぞ、ヘブルチが。心を分けるって言われて。おいおい、ヘブルチが、で、ビビってていいのかよ、お前、海空賊王が。信じる心いただきました。いいね。金色や。かっこいいね。おう、小僧。やろ？うん。よし、ありがとう。気持ちよかったぜ。お、マジでくれんの？自信。すげえ。まだあるトレジャーサーチ。宝、一応地図上で見えるようにする。いいね、それ。あざっす。おう。ちょっと待って、見ようか。ちょっとリアルタイムで見ていこうか。自信はまあ完全に地面系の技だな。それはまあいいわ。トレジャーサーチいいんちゃう？これ今後すげえ使えそう。自信これだね。自信古いページだ。地震。地震を起こす魔法。激しい大地の揺れによって敵を攻撃したり建造物を破壊できる。で、テンペストや豪雨と同様、大自然の恵みと祝福があってこその魔法なので、ルーンを描くときには大地の神に感謝を捧げよう。くれぐれも自分の起こした地震に足元を救われないように。そらそうだな。
そしてあれトリジャーサーチ近いと思ったんだけど違ったっけ、前のページか、ここだろ、これだよな、これだよな、これだよな、トリジャーサーチ、宝の位置を地図上で見るようにする魔法、町の外の広い場所で宝箱の場所を探し当てることができる、迷宮の目と合わせて使えばより多くの宝箱を見つけることができるだろう、大いに冒険の助けとなる魔法だが欲に駆られてこの魔法を使うと良い結果を生まないと賢者たちは声を揃えて言う。マジか、そんなんか、欲の塊ないよ、どうしようかな多分ここゲート使えないやろ、あ使えた、じゃあ戻って自信の心を上げましょう。であれだね、ドラゴン乗れるようになったらちょっとどっかの町入ってつばくろ商会にクエスト報告に行って、多分そのついで新しいクエストを発動してると思うんで、それこなす方にしましょうかね。さあロッキーに帰ろうぜ、よーしよしよしよし、平然と道路を走っていく何の迷いもなく、ね、平然と走っていく、よっしゃー、これでロッキーくん復活やで、ロッキー復活して大団円でドラゴンをもらうことができる俺もあのドラゴンあれやからもらう気満々やからもらう気満々、一時的に使うじゃなくて俺空中移動方法もらう気満々やから、おまたあげるぜ、受け取れ、これで君もすっかり自信満々のロッキーに戻るよ、さあ受け取るがいい。多分ね俺ね心のかけらね愛情はね多分一番最後な気がするね、愛情っていうかそういう感じのやつさ、ハートがマークみたいなやつさ、来た、目の色が変わった、よし、おお復活した復活した、これはちょっとあれいろいろあるね素晴らしいポジティブさになった、すごいなロッキー、あブルもやる気満々や、うまいな任せとけよ、王子様みたいだったけど、ふぅ言われてるねすごいドキッとしてるし、オリバーもいいね、純愛だね君たちやろね、あロッキーくん選ばれるよあんだけポジティブなら、やばいやばいやばいところはって言われた天然や天然や、気づいてなかった、あれあお店の前まで帰れるんや、あれまだここでイベントあんの、絶対に黒やと思ってこれで大団円で帰るのかと思ったら、シリーにちゃんとじゃあまたねっていうお別れをしてからか、マジか、よーしじゃあそっち行こう、いやーオリバーとシェリー君ちょっといい感じなんじゃないの、どうすんのオリバー、マルとどっち選ぶの、まあお前こっちの住人だからあれだわな、マル選ぶって可能性はないよな、そんないい感じになっちゃって、だからさシェリーの格好だけもうちょっと変えてくれたらそれでもいいよ、ダメ、ああお前はマル二人アハハって出た心、あれ見えてんの、嘘、二の国の人らには見えへんや、逆か、一の国では見えるんや、おう、おう、シュルシュルホネホネワンワンが来るの、これが三重車ってやつやな、三重車気をつけてね、まあ分かった分かった、俺は分かってるからいいよ、うん、あそれは言わない、消えた、間違いないな、どうした、そうやな、心俺たちみたいな逆のケースやね、うん、でもちょっと立場的におかしいよな、どっちの住人でもないんやろな、うん、そういうことや、
クロちゃん飛べるようになった、クロちゃんですっつって飛べるようになったはずやし、行こう。ゲートを使用する。空の旅へ行こうじゃないか。飛空艇なんて出せんぜ。時代はドラゴンだぞ、ドラゴン。ダメかな、そんな。そんな切り替えダメ。よし、行こうぜ。時代はドラゴンに乗って旅をするもんだぜ。行こう行こう。待ってろよ、クロ。俺たちを空の世界へ連れてってくれ。俺は飛びたくてうずうずしてるんだ。あれ、ヘブルチの方？なんだよ、クロに会って去っても終わってもいいよ、お前、と思ったんやけど。なんか黒は元気になりやがったんだよみたいなノリかな。それとも元気になってると思いますって行くんかな。どっちや。はい、どう、元気になったんだろ、知ってるよ。うん、この声来た。やっぱりね、めっちゃ懐いてるやん。でも黒は別の世界の自分って分かってたから、多分やられたこと分かってんのかな、ある程度。うん、まあすっげえ遠回しとか、まあそういうことだ。すごいな、ドラゴン。でもドラゴン手ないんや、そこはちょっと違和感あるよな。うん、ほらもらった、イエーイ、ありがとう。おお、これは世話になるな。絶対のこと任せとけ。手がないドラゴンってのはやっぱ違和感あるな。俺はモンスターファームのやりすぎやろな。意外と背中狭いぞ。飛んでるな。背中あったかい。それじゃあクロ、行くよ。やったぜ、飛行手段を手に入れた。テレポートあるけど、これはこれでやばい。やべ、テンション上がる。これドラクエとかでもラーミンや手に入れた時めっちゃテンション上がるもんな。これでもう多分全世界行けんやろ俺。高い、大空の友達。エロい高いところ、ほんまにめっちゃ高いな。ああ、あやつるコツを。ああ。で、丸を出す。地上に行った時は丸を押す。出てるはず。押せられる。飛び続けて罰を押せばいいからな。降りられるけど、赤いサークル降りられへん。預かった。竜のラッパで黒を呼べる。一発で使えるらしい。やばい、ありがとう、おっさん。やばいぜ、これ。早い、しかも。結構早いし、低空飛行もできる、もしかして。あ、低空は無理か。これやばい、めっちゃ早い、めっちゃ早い。やばい、超楽しい、これ。やったー、ドラゴンや。すげー。いや、もう正直、ラーミアとかに乗ってんのよりテンション上がるわ。ドラゴンやで、ドラゴン。テンション上がるに決まってるやん。あそこだな。あそこ行く前にどっか別のところ入りたいんだよね。うん。で、右上の島もさ、気になるじゃん。あそこ行ってみるか。結局翡翠は見つかってないからさ、そこがムカつくけどさ、翡翠ほんとどこにあんだよ。それが気になるところ。やばい、めっちゃ早い。早いよ、とりあえず。それだわ、早い。ぐんぐん進むもん。どこや、右上。もっとあっちか。いや、でもこれやったら一瞬やで。早い早い。いいね、いいね。ちょっとさ、テレポート使いたくないもん、俺。テレポート使わんでさ、ずっと黒で飛んでたい。しばらく。いいね、黒ちゃん。これゴーストの谷やろ、ここ。え、なにこれ、ここなにこれ、あ、俺が思ってたとこと違う、これ。なんだ、ここ。ゴーストの谷の奥、これ。ここだって防具帝国やもんね。あそこゴーストの谷やろ、こっち側なんかあるんだ。こっちが多分上陸できないんだろ、普通にさ、予想だと。あ、やっぱこれ上陸できないところだ。まだまだ先にこんなとこあるんや。怪しいね、ここ。ここすごいな、楽しみやな。ちょっとここ来んの面白そう。ちょっとあっちんとこ行ってみようか。さあ、ここはさ、多分こいつでしか来れないんだ。クロちゃんでしか、クロでしか来れないんだけどさ、あ、こういう感じなんだ、降りるとき。着陸！
降りたよ。これ何これ、なんだ、雷雨の種やって。ここ何これ、見る文字が書いてある、なんて書いてあるのか分かんない。そういう名を読むやつあったよね確か。これじゃない、スピルトークでもないし、調理魔法、時間旅行、時を戻るじゃないか、迷宮の目とかでもないし、これじゃない、あれ読めない、もしかして、あ、読めないんだ、 今の俺には読めないんだ絶対。さあ読んでみたよ、来た、てててて、つって、いいねいいね、テンション上がるね、いいねいいねこれやばいかもしらん、これやばいかも、ちょっと俺すげえテンション上がってる、やばい超楽しい。これ高さ変わってるのは自動です、高さは自動で変わってくれてます、何も操作してないです、高さ自動で変わってくれますよ。着陸する前に丸ボタンを1回押してこの状態にしてからじゃないと着陸できないですね。結構ギリでも着陸できるんだね、ありがとう。いや俺ちょっとテレポートあんま使いたくなくなってきた、これちょっとやばい、これに乗っていきたい、ずっと、いいなあ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 、人間っていいなあや。よーし、これでクエスト報告しようぜ。ちょっとさ、翡翠の玉が結局見つかってないのがすっげえムカつくんだけど、どこにあんだ翡翠は。ちょっとおっさちょっと翡翠の玉どこにあんだろうな、それ気になるな、すごい、そこ負けた気分がする、すごく。なんとか探したいね、クエストの報酬とか出ねえかな、どうよ、新しいの出てるよ多分。あーダメだ、新しいの出てない。怯える夫婦のためにもねやりたいんだけど、ちょっと過去の街戻ってみるかな一回。目覚めのカプチーノいいね、3個ももらえたで、目覚めのカプチーノ。やばいよね、これ激アツやん。OK! で、3枚溜まった。経験値が少し多くなる。続きからのこれ最後でいいんだよね。英雄ライド。おバツで黒の高速飛行が可能になる。これだろ。当たり前だろ、お前。やったぜ。やったぜ。で、黄昏島周辺の会場、これだね、これもあるんだ。よし、この辺だね。今のじゃあ黒の足が速くなったってやつ見ようかな。ちょっと過去の町戻ろうか、戻ってさ、心のかけらもそうなんだけど、翡翠だよ、翡翠、翡翠はどうすんだろう。勇気の心もどこにあるのか分かんねえし、これもう今のところ分かんねえことだらけだわ。三重者をやる前にその辺ちょっとさやりたい。多分さっきの話してる感じからいくと、あそこのダンジョンあるか、あ、ダンジョンあるかな、ダンジョンあるか、ある感じもするけど、多分三重者結構すぐ出てきそうな気がするんだよな、魔石守ってるとか言って。それかダンジョンがっつりあって三重者なんだよ。まあどちらにせよ多分三重者結構強い気がする。今までね1対1なんですよ、ボスは1体しかいなかったんですよ。今までね2体出てきたことないんですよ同時に。三重者多分3体出てくるでしょ同時にね、やばいよね、絶対クソ強いよね。ということでちょっとねしっかり準備した方がいい気がする。高速飛行しますよ。おー何これ、ジューン、そういう感じで高速飛行なんや。こっちは止まるやん、でこれぐらいシューンで飛んでから、あちょっと早い、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 ちょっと早くない、ちょっとじゃない、ちょっとじゃない、だいぶ早い。ということでニャンダール帰ってきましたよっと。これ三重市のあそこ行く前に氷のとことか行ったりとかっていうのはないんだろうな、多分そこは順番に行かなかんやろな。ニャンダール降りてみるか、ちょっと手前の方にさ出るから難しいんだけど、これ微妙に難しいんだけど、微妙に難しい。こういう感じ、よしこういう感じで、あーでもさっき海の上にそのゴロネールやった。ニャンダールじゃない。ニャンダールは王様の名前やった。海の上にいる魔物みたいなのが次のクエストでありましたけど、それ倒すのはやっぱあれだな。船乗らんとダメなんだろうね。ないな。勇気の心ほんとさ、どこで手に入れんだろう。心のかけら不足に陥ってんだけど。ほい！呼びます。
ちょっと次のとこ様子だけ見に行ってみるか。様子だけ見に行くか。あ、戦おう。あいつでいいわ、戦おう。これさ、ちなみに海の中降りれねえんだ。ちょっとさ、降りてさ、クエスト確認したい。クエスト確認したいんだけど、ちょっと。クエスト確認させて。クエスト確認。こいつやったら、あ、ここ登れるじゃん、ついにさ。この上登れるようになったじゃん、俺。ね。ここ降りれんじゃねえ、多分ほら。こういうことできるようになったよね、ついに。前までここ登れなかったけど、一切。いいね。ちょっと待って。討伐の途中のやつ行こう。これ。ミド大陸西、タスガレ島周辺の海上。これ行こう。ミド大陸の西。ミド大陸の西。西。こっちや。ミド大陸の西やから。北を向いて左やから、こっちやろ。タスガレ島海上。多分この辺やね。ヘブルチの、だから多分これの近くやと思うんだよね、予想では。デカロック山とか。ビッキーニから行った方がいいかな。一回。ビッキーニにテレポートで飛んで、ビッキーニにテレポートで飛んで、船を呼びたいの、船を。船を召喚して、ドラクエ的考えて言ったら、ワープすると、そこに船が出てくるはず。ほらね。で、これに乗って行こう。よし、乗るぜ。海の敵は向かってくるからな。よし、せっかく黒手に入れたけどね。これで多分向こうだと思うんだよね。タスガレ島周辺の海上って言ってたよね。ミド大陸の西はこっちだ。やばい、やめて。俺の方が早い。船の移動はだいぶ早い。よし。これデカロックザーあるね。ちょっと待って、もう一遍ちょっと確認しようか。ミド大陸の西のタスガレ島周辺や。タスガレ島は書いてなかったよ、地図に。だがどこかはちょっと見なあかん。あの星マークのやつはさ、結局俺一周経ってもわからんねんな。あの辺はあれかな、クリアした後にちょっとウィキとか見て、あ、そういうことだったんかってなりそうな気がすんな。西、さあ西に入ってきましたが、すごいさ、海の敵は俺がどんだけ強くてもガンガン来んだよね。ガンガン組んで、多分ね、ヘブルチのいるあの辺やと思うんだよ、予想では。いるのがこの辺ちゃう、タスガレ島って。タスガレ島ってこれちゃう、多分さ。あー、ボスまで戦いたくなかった。ボスっていうか、あれまで、あれ、ちょっと待って、見たことないやつだぞこれ。あれやばいんじゃない、もしかして。あれやばい、もしかして。大丈夫かな。あ、そんなかも。いけるよかった。ちょっと強いわ。確かにちょっとは強いけど。でも恐るるに足らん。よし。スパーク、あー、でもそんな感じ使ってくる。おい、ダッツ、アッツ、エピソードです。ちょっと待って、すげえ食らった。やるな、あいつ。ちょっと、そのマーチいらん。ちょっとさ、俺の攻撃の速度が落ちるから、マーチをちょっとやめなさい。押す。あいたい。ちょっとなんか混乱してるけど、ダメージ与えた。めっちゃ MP 使ってる、これ。これすげえ使われてるのだけはよくわかる。いける、押せる、ルッチで押せ、いけ、よし。これやばいわ。強いわ、この辺の敵。これ、えらいこっちゃ。えらいこっちゃ。よし。で、とりあえずこれで回復しよう、まずね。まず回復しよう。もうすでに MP やばいっていうさ。すでに MP がやばい。これ多分タスガレ島だと思うんだよ、予想では。勝手な予想だけど、これがタスガレ島だと思うから、この辺にいるんじゃないかなって気がするんだけど。さあどうでしょうか。マップにさ、表示されないタイプの敵は珍しい。久しぶりだわ。いないね。あれじゃね、潮、あ、違う、あれ波打ち際か。ちょっと待って、もう一回ちょっと確認しよう。この辺じゃないの。これだろ、これだろ、ミド大陸って。ミド大陸の西だからここなんだよ。やっぱこのラインなんだよ。このラインなんだよ。で、問題のクエストは、ここだよ。ミド大陸の西、タスガレ島周辺の海上なんだよ。だからやっぱこの辺なんだよな。タスガレ島を間違えてたらまあどうしようもないんだけど、
ここな気がすんだけどな。違うのかな。なんかすっげえ多分分かりやすい感じでいると思うんだよね。予想では露骨な潮吹いてるっつってか、多分クジラ感強いやつがいると思うんだよ。露骨なクジラ、そのクジラに当たればいいんだけど、露骨なクジラ感がないんだよ。あ、いた、あれだ、あ、絶対こいつだわ、絶対こいつだ。なんか、あ、クジラだった。ちっちゃいから分かりづらかった。クジラだ、これだ。オエンブローと戦いますか。オーケー、この時間から戦ってくぜ。行くぞ、倒す。悪いが俺にクエスト報酬をくれ。おら、いて、あ、強い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 けど、一匹なら大丈夫。一匹なら恐るるに足らん。よっしゃ、おらやっちまう、おら、押せ押せ、ゴンゴン押せ、ゴン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 押せ、おら、ガツガツ行く、ガツガツ、勝ちを、勝ちを狙いに行く。痛い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 、やるな、やるなてめえ、やるなてめえ、痛い痛い痛い、やるなてめえ。結構減らした、結構減らした。こんなもんね、ブロッケに変えたら瞬殺したるから、まあ任せとけ。エグゾブロッケ見せてやれ、ガンロックを見せてやれ、アタック、よしよしよし、そして戦う。てめえ、ごらん、ブロッケこの遅いんだよな、すごい攻撃の速度。あ、ちょっと待って、ちょっとやばい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 、これさ、多分さ、なくなってるよね、予想通り。受け取れ、 MP を回復してやろう。だから俺を回復してください、お願いします。死んじゃうから。そして自分でも回復する。よし、そして攻める、出す召喚、おっしゃ、いった。これはもう勝ちゲーだわ。もうだって相手ひるんでるもん、相手弱ってる。放水バズーカ、オッケーオッケーオッケー。こんなもんもう受けるまでもない。ガンガン押す、ガンガン、おらおら、背後取った、いけるぞ、後ろを取った、いけ、よっしゃ。雑魚が、まあ楽勝ですね。ええ、本気を出したらこんなもんですよ。キリッつって、オッケーオッケー、よっしゃ、討伐完了。これを報告して終わりにしましょう。テレポート。道頓堀。ちょっと久しぶりにあの夫婦がいるとこに行って、ちょっと終わりましょうかね。勇気の心がどこにあんだろうな。それなんだよ。それどこにあんだろう。なんか取り忘れてんのかな。取り忘れてるイメージないんだけどな、俺。まあいい。さあ、通り過ぎていく、通り過ぎていく。ここだよ。途中なんだよな、やっぱり。よし、いらっしゃい。クエスト報告、これだわ。終わってきたぞ、バッチリだ。1500円、あざっす。スタンプカードもたまった、あざっす。よし、ないね。オッケーオッケー。さっとさっと、何しようとしたっけ今。あ、そうそうそう、その今新しく手に入れたやつを装備させようとしたんや。これで、まあ、この辺はまあ変わらんやん、多分ね。で、ここから来た。貴族フロック強い。霧隠れ強い。これはまあいい。飛竜の角。まさかの飛竜の角最強説。待って、これさ。やっぱりね、そういうことやと思った。ああ、そんなことやと思ったよ。あとはないかな。あとはないね。よし。OK! ここでセーブしましょう。キリを救うため、終わってここ。いやー、結構今回ストーリー的な文面で進みましたよ。進んだと思うよ結構進めたと思う。まあここ最近クエスト回が多かったんでいいんじゃないでしょうか。対比が取れてね。はい、じゃあ今回ここまでにしたいと思います。見ていただいてありがとうございました。また次のパートを見てください。それではお疲れ様です。